おやすみ三分分。なんだか眠れないね。もうちょっとお話しよっか。え？私に聞きたいことがあるの？ちょっとだけならいいよ。お名前、憂鬱なバラさんから。好きな武器は何ですか？私の好きな武器はもちろんドラグノフ。ちょっとロシア軍の装備について説明していただいてもいいですか？ドラグノフはですね、別名 SVD と申しまして、こちらはですね、大変傑作の、今でもファンの多い、ライフルですかね。スコープをつけるとより、こう、精度も上がりまして、私も部屋に一応飾ってあるんですけれども、すごーくこう毎日勇気をいただける、カラシニコフとはまた違うですね、よりこう身長が長いんですけれども、美学が感じられる、そういう狙撃銃でございます。モデルガンですよ、ご自宅にあるのはね。続いてお名前、黒色火薬さんから。昔に行けるなら、いつの時代へ行って何をしたいですか？迷うなぁ。ロシアだったら、1917年、革命のサンクトペテルブルクかな。その時はペテログラードかな。で、五感だったらもちろん五感末期でしょ。トウタクがね、宮中を荒らしているところで、ちょっとこっそりトウタク様に勤めてみたいかな。いいの？漁夫とかいる？続いて、なるほど2100さん、ありがとうございます。未来に行けるとしたら何の進化を見てみたいですか？これは特に興味がないんだけど、未来に行くとしたら、何世紀ぐらいまで三国志は語り継がれてるのかとか、ほら、CG とかがあってもさ、三国志のこうお話っていうのは昔から語り継がれてるじゃない？だから、24世紀の三国志映画、もうなんか、何 D だよ、みたいな。そう。もう何メガネかけんの、みたいな。もう火が直に、こう、映画館に昇るみたいな。そういうリアリズムかな。え？私？まだ、全然眠くないよ。このコーナーではゲスト声優さんにお休み前にひそひそ声で答えてほしい質問を募集します。今どう思う？黄金様、確実にこれ五感末期の絵を夢見てますね。両夫今おそらく頭の中で今咳とばが走ってるところだと思うんですけど、メールの件名にお休み3分分と書いて、今、カムの方に行っちゃってるかもしれない。MC@OnlineToNippon.com。MC@OnlineToNippon.com まで。来ないか。CM の後、ガールフレンド、音符のサポーターズプラスです。